というわけで、はい、どうしましたか。はい、ということでですね、火曜日のね Vlog があったと思うんですけど、そちらは終了とさせていただきます。当初話した感じとはかなり変わってしまいましたね。そうですね、なるほど、終わり。というわけでご視聴ありがとうございました。っていうわけじゃなくて、うん、新チャンネル、ね、そうですね、うん、本当にめでたいです、はい。まあその火曜日の Vlog っていう部分だったものが、うん、サブチャンネルですね、うん、野菜倉庫の方ででもちゃんとチャンネルになるんだね。そうです ね、 いいですね、うん、野菜倉庫という方で、うん、基本的にはその、まあ、ゆったりしたものであったりとか、うん、まあゲームの生配信であったりとか、うん、っていうものを、皆さんにお届けするという形で動いていこうかと思っておりますので、うん、いいですね。そうですね、やっぱりこうなんだろう、もっとゆったりしたものを見ていただきたいというか、うんうん、あとやっぱそのなんだろう、日常的な動画見たい人からすると、うん、本数も増えないかちょっと分かんないですけどね、うん、分かんないです、分かんないけど、なんだろう、やっぱその Vlog、うん、日常の動画としっかりした企画は分けた方が見やすいんじゃないかということで、うんうん、これでもはっきり分かりやすいような気がします。サブチャンネルでございます、はい。まあ大きな理由って何なんだろうな。まあ結局そのね、 Vlog っていうのって俺たちのこと知ってる人しか興味ないですから。まあ確かに、うん、うん、なかなかこう新規の人が見に来てもお前ら誰だよってなると思うんで、うん、まあそれでも見たいっていう方がとてもいらっしゃるのは本当ありがたいんで、そういうのはサブチャンネルになると思います、はいはい。僕らの日常というか、うん、もう本当に気の抜けたっていうとなんか変な言い方になる、うん、なるんですけど、手抜き、手抜きではないですよ。手抜きではない、ちゃんとやってますよ、ね、ちゃんとやってますよ。雑動画、そう、雑動画、雑でもないですね、うん、あののほんとしたものを ね、 あのこちらの、うんうん、ね、この野菜倉庫の方でね、はい、見ていただければと思いますので、ぐらいですかね。そんぐらいだね、うん、本当に本当そんな理由です、マジで。よし、そんな感じですね、はい。では残りの映像も楽しんで、よし、ゴミ箱で行きますか。買わせんの、買わせんな、待ってる人欲しいらしいじゃねえか。またぞ、別にこれ閉じても回る。いや別に閉じてるから、別に回ってっから。これ綺麗綺麗。世の中にはやっぱりこう寝具ってやっぱ寝るためのものってお金かけないといけないと思うんですよ、僕。うん、その通り。だって人生の3分の1は布団の中ですよ。うん、その通りだ。っていうことはやっぱいいもん買った方がいいと思うんですよ、僕は。その通り。誰なんだよ君たちは。デブリの伝道者です。コアラマットレスっていうすげえいいマットレスがあるんですよ。今その話してたじゃないですか。行きましょう。眠りは大事なんだよね。大事です。君たちは使っているのかね。僕はトゥルースリーパーです。僕はよくわからんブランドの3万円のマットレスです。すげえ。それじゃダメじゃん。マトドさん、コアラマットレスを買いましょう。君のその欲望はどこから来てるんだ。マトゾに金を使わしたい。意味わかる。金を使ってるやつを見るのは楽しい。考えさせてくれないか。いつまで考えるんだ。2分後でいいか。5秒だけ待ってやる。それじゃ答えは変わらん。3、2、1、買え。買わん。ドッドクドッドクドッドク。ほら行ってみろお前。いや、この間結構あのコアラマットレスとか買えって言われて拒否ってたんだけど、あのマットレスを買ったっていう。おい、買ってんじゃねえか。あんなに拒否ってたのに。うん、買いたくなっちゃった。買いたくなっちゃって、なんかちょうど家具とかの展示会みたいのがあって。展示会行ってきたの。行って
なんかやっぱ寝て確かめないと嫌だなって思って、ほうほう、マットレスとか、うん、行ったらなんか結構いろいろあって、あ、コアラマットレス以外にもマットレスみたいなのが、うん、コアラマットレスはなかったんだけど、うん、なんか結構外国の有名なとことか、ああマットレスがいろんな種類あったんだとか、まあうん、それ他の家具とかもいろいろあるんだけど、そのインテリアフェスタみたいなやつにできて、一人で、でマットレスを買ったよ、うん、でまあ散々勧められて断ったコアラマットレスがあれ8万ぐらいだったじゃん、はい、セミダブル で俺もセミダブルのマットレス買ったんだけど、それがあの13万ぐらいするセミダブルのマットレス買っちゃった高っ。でそのまあベッドフレームとかも含めたら結構20万くらいいっちゃって、金あんだないやっぱね寝るのはね大切、いいの使った方がいいってことで、なんかあの星野リゾートとかでも使われてるような、使われてる会社のマットレスみたいな買っちゃった。今日寝かしてや。いやだよ、まだ来ないけど。あ、まだ来てないのか。うん。楽しみにしとこう。いや、入れないよ。ひどい。だからお前も買え。あ、そっち？そう来るんだ。おい、邪魔すなって。久しぶりにあれやります。え？おじさんお散歩コーナー。じゃあ、トークテーマ。これは、どうしたらいいんや。どうしよっかな。最近食べたうまいものについて話します。あー、最近食べたうまいものね、うん、近くのショッピングモールに一人で日用品買い物しに行ったんですよ、はい、おう、ほうほう。で、そう買い物してると、まあちょっとショッピングモールだからさ、他のお店とかも入ったくなるわけよ。まあ確かにな、わかります。これ新しいメガネ試着してみたり、うん、あの無印入って買いもせん日用品見てみたりね。でまあ最終的にたどり着いたのがやっぱね、オムライス屋さん。あー、うわ夏、うん、あのね、あそこのダブルチーズオムライスっていうのがあるんだけど、あのね、やっぱねオムライスにチーズ入れようと思ったやつ天才だわ、マジでマジで本当にうまい。多分本当に、なんて言うんだろう、なんていうの、固形状のチーズとさ、うん、ソース状のチーズが2つ入ってんね、はいはい、そタレとしてなんか上にケチャップなところが普通のドロドロしたチーズと、うん、あと本当に中になんだろう、それこそなんか裂けるチーズみたいなやつさ、糸引くやつね、そうみたいなのが入ってたよね。やっぱねオムライスだ。やっぱオムライスっすね。オムライス、あー、どっかに美味しいオムライス作ってくれるカポナージュはいないかな。本日も割烹のアーチ開店のお時間となりました。本日はどなたかお客様は来られるんでしょうかね。おーい。お、早速お客様ですね。いって、やってるやってる割烹のアーチ。いやー、今日も割烹のアーチの味がさ、楽しみたくて来ちゃったよね。あ、誠にありがとうございます。今日何作ってくれるの、大将。なんか希望とかはございますか。あのね、オムライスが食べたいんだよね。かしこまりました。ではオムライスをお作りいたしますので少々お待ちいただければ。あー、ちょっと、じゃあちょっと欠けてるわ。こんにちは、トツです。ポンポンポン。はい、この3人にオムライスを作ろうと思うんですね。ただやっぱオムライス作ってもまあ面白くないということで、ロシアンオムライス作ろうと思います。ロシアンオムライスということでですね、あの一つだけめちゃくちゃわさび入れたろうと思います。わさびをぶち込んだオムライスをパクリ食った人間がどういう反応するかっていうところをですね、モニタリングしていきたいと思います。違うとこについた。お客さんかな。お、いらっしゃい。あれやってる。今日オムライスだよ。
おう、やってる？かなり入っちゃってますね。あ、ちょっとごめん、対応力がなすぎてやってる以外思い浮かばんかった。オムライス完成しました。やったやった、うまそうだね。ちょっとおしゃれだなって食器が果たしておしゃれと言うのか。これが何もなくてさ、あ、あった。いただきます。うん、早いって。いいっすか、一口パクッと。いいっすか、大きく食っちゃってください。いただきます。いただきます。大きく振りかぶって。本当に何も入ってない。うん、大丈夫です。よかった。多分大丈夫。俺もそれさっき疑ったもんね。まあ入ってたところだよ。せーの。うん、まぜ。うんうん、めちゃくちゃわさび入って辛っ。あー、やっぱ入ってるやんけ。これ辛っ。うもっ。うまい。うんまっ。うん、あー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 。見てこれ、うわー、めっちゃ味はうまい。じゃあ次回のカッポーナーチは安全な食べ物でお会いしましょう。信じられんわ。